ぱり独特の作り方っていうのがあるんで、それはもうずっと先人からずっと受け継がれてる堺の技っていうのが和包丁の世界にはあるんで、その伝統をやっぱり重んじて、もういいものをとにかく作っていくっていう、用の美っていうのがありまして、美しいものは切れる、切れるものは美しいんです。だからやっぱり一番大事にしたいっていう部分は、その刀独自の美しさをやっぱり追求して作りたいですね。ものの始まりなんでも堺っていうぐらいですから、新しいものをこう生み出してきた町だと思ってるんです。なので僕も新しいものをこれから生み出していきたいなと思ってこの字にしました。私がこの家に生まれて育って、物心ついた頃から、例えばそこら辺りに銃身とか銃を支える木、こういったもんで遊んできましたので、なるほどこの家は古いもんだなっていう、そう思いましたね。私ども江戸初期から明治中期まで火縄銃を作ってましたから、そういう部分ではやはり歴史につながりますね。天然香料にこだわって作ってますんでね、ソフトな香りなんですよ。やっぱり火つけてね、あれすると遠くにおってもね、その匂いがずっとたなびいていってね、匂いがするっていう。人工っていう香料なんか特にそれでね、あ、人工の線香焚いてるなって結構離れたところでもね、わかるようなね、そういう香料なんです。堺の国はね、竹の内街道っていうのがありますけども、そこの北側が摂津の国で、それより南側が泉の国で、その境目、国境ということでこの字書きました。堺は南蛮の異なる風俗です。日記っていうものが南蛮の国々から伝わって、漢方として伝わりました。そういうところが異風だと思いますね、はい。これはね、清らかという堺で生まれた文化としてのお茶がありますけども、堺のねお茶人さんはお道具を清めるということをね言い出したんです。清めてどうするかというとね、堺には仁徳さんという大きな御寮があります。三重のお堀があります。堺の町にもね、官号があります、お堀があります。水によってね
清まってるんです。昔の堺の人たちはそういう気持ちを持って氷を、掘って、水を敷いて身も心もそしてお道具も清めたんですな。神の国、仏の国である堺ということで、清めるという字をおかけいたしました。古墳時代から1600年もの時を超え、悠久の歴史を刻み続けてきた堺。中世には自由都市を形成し、日本の経済、文化の中心地として繁栄してきた堺。その堺に今、新しい芸術文化の殿堂が誕生しました。舞台が始まる。堺が変わる。フェニーチェ堺。